ず崩しですけども、相手の左足のかかとに体重が乗るように崩します。そのためにまず一歩目ですね、まず右足を相手の左足の真横に踏み込みながら、両手を使って相手の左足のかかとに体重がかかるように崩すわけですけども、その時に右の引き手、袖を持っている引き手は、まあ、袖口よりも、まあ、肘のあたり、もっと深くても構いません。これはあの人によって持ちやすいところがあると思いますので、それはどこでも構わないんですけども、できるだけこう肘の付近を持った方がいいかと思います。でその肘の付近を持った手を少しこう横に引きながら自分の方にこうくっつけてくるようなイメージですね。で最終的にはその自分の握っているところがこの溝落ちのあたりですね、自分の溝落ちのあたりにこうつくようなイメージでこの引き手を使うといいと思います。ですから極端に言うと相手を横に崩してさらにこう下に引くようなイメージですね。というのは相手を真横だけに引くという崩し方もあるんですけども、これはこれで、その方がかけやすいという人はそれでも問題ありません。ただ相四つの相手にかけた場合に相手もこの襟を持ってますので、こう横に崩した時に相手がこのカイナをグッとこう返されると自分の顎が上がってしまってカウンターテクニックを食らう可能性があるわけです。ですからこう横に崩した後に自分のこの脇を締めることによってその相手の返し技をしようとする動作をさせないということができるわけですね、可能になるわけです。ですから一旦横に崩すんですけども、さらにこう脇を締めることによって相手の左手を完全に殺してしまうと。で、相手の横に軸足がありますから、自分の軸足と相手の左足の間で大きく左足を振り上げてまっすぐ仮を下げですね。で次にですね、釣り手の使い方ですけども、これもまあいろんな使い方があります。ですけども、私が基本的にはこうだというふうに考えてた方法は、こうして手首を立てるようにしながら、腕全体ですね、前腕から上腕まで全体でこう面を作るようにして、相手のこの村板に打ち当てるようにしながら、わずかにこう上に突き上げるんですね。こういう動作を瞬時に行います。この動作とさっきの引き手の動作を同時に行って、で最後に足を割るというふうになります。で次にですね、下半身足の使い方ですけども、先ほども言いましたように、まず軸になる右足を相手の狩ろうとする左足の真横に移動させます。でその時にこのステップ踏み込みが浅いとちょっと相手の足が遠くなってしまう。で動きの中でかける場合に真横に入ったつもりでも実際には手前になってしまうっていうようなことはあると思うんですね。ですからできるだけ深く踏み込むという意識で入った方がより効果的に大外刈りをかけることができると思います。で一番大事なことは相手の真横に自分が来るっていうことですね。でその時に足だけが真横にあっても上半身がついていってなければいい技をかけることができません。ですから足が行ったらその足の上に腰から上が全部乗っかるというような位置に自分が移動するってことがこの大外刈りのポイントだと思います。でそれに先ほど言った上半身の崩しを加えて、相手がまあわずかにですけども左足のかかとに重心が乗るような状態を作っておく。そうすればあとは仮足、私の場合は左足をまっすぐ上に上げて振り下ろす、まっすぐ上げてですね。で、足を踏み込む位置があまりこう相手から離れすぎてると、ちょっと極端にやりますけども離れすぎてると
まあ、多少こう崩してたとしても刈り足がものすごく遠いところでこう刈らなきゃいけなくなる。そうすると相手に力が伝わりません。ですから、まあ、できるだけ相手に近い位置、自分の足が1本ちょうど入るぐらいの位置ですね、そこにこう踏み込むことによってしっかり相手を刈って投げることができます。で、刈り足の使い方ですけども、これも人によってですね、個人差があります。まあ、私の場合は今投げたように、まあ、どちらかというとつま先をしっかりこう伸ばして刈るようにしますけども、人によってはつま先をこう上げてかかとでこう刈った方が力が出るっていう人もいます。ですから刈り足のその力の入れ方、使い方については、まあ、自分が一番やりやすい方法で刈ってください。次は相四つで、変形の相手と組み合った場合の、まあ、オスト刈りのかけ方を説明したいと思います。まあ、先ほど組み手の説明の中でこうして相手が変形になった場合、まあ、自分もこう変形ですけども、回転技をかける場合ですね、内股や払い腰、背負い投げ、体落としなどの体を回して、かける技を得意とする人は、釣り手を引きながら引き手を押すようにして左に回って、まあ、相手と正対するという説明をしました。ただ大外刈りというのは、このお互いが左足が前に出た状態っていうのは非常にかけやすい組み手でもあります。ですからあえて、この組み手から移動することなく、このままの姿勢から大外刈りに入ることが可能です。で、大外刈りを得意とする人にとっては、まあ、絶好のチャンスだということが言えると思います。で、この時に気をつけなきゃいけないのは、自分もチャンスなんですけども、相手もチャンスだっていうことですね。お互いに五分五分で、相手もオーストガリが得意な選手であれば、その相手のオーストガリにも気をつけながらオーストガリをかけなければいけないということですね。で、そうなった時に、このどちらの選手の釣り手が生きてるか、あるいは引き手が生きてるか、両手の使い方ですね、これによってそのオースト狩りの打ち合いになった時の勝ち負けが決定すると思います。ですから仕掛ける場合には、まず自分の引き手ですね、相手の左の腕を持ったこの引き手、これで先ほど基本形では横に引くようにしながら脇を締めなさいという説明をしましたけども、横に引く動作はほとんど必要ありませんので、すぐにこう脇を締めるようにして、自分の溝落ちのあたりにその握ってる拳をこう持ってくるイメージ、そして脇を完全にこう締める。こうすることによって相手の釣り手を殺すことができますから、まずこれで返し技は食らわなくなるということですね。で、同時に先ほどと同じ釣り手の動作をするわけですけども、左足の踏み込みは相手の正面からかける場合にはかなり大きく踏み込む必要があったかと思いますけども、最初からこうハスに構えてますので、刈ろうとする足がもう目の前にあります。左足と左足がまあ非常に近い位置にありますので、わずかに相手に近づくぐらいで十分です。わずかに近づきながら脇を締めて、この拳を溝落ちに寄せるという動作をしながら、軸足の上に自分の腰をこう乗っけていく。こうなればあとはもうまっすぐ刈るだけですね。これはもういかに早く大外刈りに入るかっていうのがポイントになってくると思います。この状態で相手の横に踏み込みながら釣り手をこう上げるようにして、相手の真横に移動する。そしてまっすぐ刈りますと、
次はの変形でですね、さらにこの自分の釣り手の手首のあたりに顎を乗っけて、組んでくるわけですね。まあかなり変形の相手になりますけども、こうされた場合にどのようにしてオーストラリアに入るかという説明ですけども、あの右足右手の使い方は先ほどと全く変わりありません。でこの釣り手ですね、左手の使い方だけが変わってくるわけですけど、まっすぐ立ってる場合には普通に基本的な使い方で問題ないわけですけども、顎が乗っかった状態ですとそうしようと思ってもできないんですね。手首を立てることは不可能です。ですから手首を立てるという発想をやめて、手首を上に上げる、階段をこう返しながら手首をこう上に上げるという使い方をします。こうですね、これ相手の顎さえ上げてしまえばオーストラリアは非常に有効ですので、自分の手首の上に乗っかっている顎を手首をこう返すことによって上げさせる。で、あとはまあ右手右足の使い方は全く一緒ですが、こうして崩しておいてますということになります。次はまあ相四つの相手に対して片襟からの大外刈りをかけるかけ方を説明したいと思います。まあ、あの通常は普通に襟があの自分の思い通りに持ててれば基本的な入り方で問題ないんですけども、相手のこの絞りですね、握りが強くてこう切られてしまう、あるいは握ってはいるもののガッと絞られて、釣り手が効かないような状態になるということもよくあります。こういった時にこの状態から入ろうと思っても相手のこの引き手でブロックされてしまって、ここを持ったままでは大外刈りに入れない、あるいは絞られた状態ではとても釣り手持ってない状態では入れないですね。でこのような状態からどうやって入るかっていうことを考えた時に、この反対側の襟、あるいは握らずに一本背負いのような形で入るっていう方法もありますけども、私がよく使ったのは、まあ、一本背負いのような入り方ではなくて反対側の襟ですね。この反対側の襟を握りながらオーストラリアに入るというかけ方をしました。これはこう絞られてますので、襟は握れない、しかしこう横にはこう動くわけですね。まっすぐこう左手を伸ばそうと思っても前にはいかないんですけども、この腕をこう横に動かすことは可能です。ですからこの横に動かしながらこの反対側の襟を持って、右手と右足あるいは左足の刈り方は基本的なオースト刈りと全く変わりません。ただこの絞られた手で、襟を握りに行く振りをしながら横にずらして反対側の襟を持って、ここでこう一気にですね、それこそ一本背負い投げと同じような形でこうグッとこう自分の肘を曲げるようにして前腕と上腕で相手の脇のところですね、こうグッとこう挟み込むような形で、固定してしまって勝って投げます。もう一度やってみます。グッとこう絞られる、まっすぐ前にはこういかない、持ちたくても持てない、しかし横にはこう動きます。その横に動かす力を利用しながら相手の襟を掴んで、次は相四つの相手に対して、内股あるいは払い腰のようなフェイント動作からオースト刈りに入るかけ方を説明したいと思います。
通常大外刈りは基本的なところで説明したように右足をこう前に踏み込んで、要するに相手のを刈ろうとする左足の横に踏み込んでまっすぐ足上げて刈るのが基本的な刈り方ではありますけども、大外刈りが得意だということを相手が知っていればそうさせないように組み手をしてきます。そうなった時になかなかこう大外刈り入ろうと思ってもうまく入れない、あるいは相手に返し技を狙われて思い切って入れないというようなことがたびたびあります。そういった場合には大外刈りでなくて他の技をかけるふりをして、まあ、要するにフェイントをかけて大外刈りに入るというのがまあ有効です。で私の場合には全く投げる方向の違う内股あるいは払い腰、内股や払い腰というのは体を回転させて、まあ、内股であれば内側を跳ね上げたり、あるいは払い腰であれば外からを払い上げて投げる技ですけども、そのような技に入るのと同じようなこうステップをします。こうステップをするんですけども、そこから内股払い腰であれば引き手の方向を前にグッとこう引き出し、あるいはこの相手の腕を上げさせるように崩すんですけども、もともと後ろに投げたいわけですから前に崩してしまうと後ろに投げることができません。ですから前に崩すフェイントはもう下半身だけですね。で上半身は本当は相手の後ろに投げたいっていうことがありますので、思い切り引っ張るんではなくて引っ張ろうとすることによって相手は引っ張られまいとして抵抗しますから、その相手の抵抗する力を利用する感じであえて力は入れません。ただこう脇だけ締めておいて、で脇だけ締めておいてこの位置から大外刈りにこう、角度を一気に変えてやります。まず1で一気にこうして内股あるいは払い腰のような動作で相手にフェイントをかけます。そうすると相手は投げられまいとしてぐっと体を反らすようにして後ろに重心をかけます。これ前に来れば当然 前技で投げられてしまいますから、そうされないように頑張る、その頑張る力を利用して、自分がこの状態から相手の真後ろに投げていくというのがこの技です。次は喧嘩四つの相手に対する大外刈りの説明をしたいと思いますけども、まあ、基本的には私の場合は相四つの相手に対して、大外刈りをかけるということが多かったので、喧嘩四つの相手には主に他の技を主にですね試合の組み立てをしてました。ただ時にはですね喧嘩四つの相手に対しても大外刈りをかける場合がありましたので、まあ、どんな時に可能かということを説明したいと思います。喧嘩四つの人とこう組み合うわけですけども、お互いに相手袖を持った状態、ここからかけるというのが基本になります。で、大外刈りを喧嘩四つにかける場合には必ず釣り手を下から握ってください。先ほど組み手の時に上からでも下からでもその技によってどちらから握ってもいいですよという話をしましたけども、喧嘩四つの相手に大外刈りをかける場合には下から握った方が有効です。というのは上から握ってかけようとすると相手にこうパッとこう弾かれた時に釣り手が全く効かなくなって返されたり、あるいはまあ不十分なかけ方になってしまったりということがありますので、下から持って相手のこの顎を下から突くようにして崩します。で基本的な大外刈りは相手の真横にこう移動してその足を刈って投げるというかけ方をしましたが、この喧嘩四つにかける場合にはそこまで踏み込むのは非常に難しいです。不可能とは言いませんけどもかなり難しいと思います。ですから全く発想を変えて軸足を踏み込むんではなくて、
踏み込む前に相手を崩してしまってほとんど踏み込まないっていうか、あの軸足を左足のかかと付近に軽く継ぐ程度ですね。1でこの動作ですね。引き手を引きながら釣り手を顎を突く。このことによって相手の体がひねってこう傾くというこういう状態ができます。でこの形になると相手はこっちの方がすごく弱くなります。左後ろの方向ですね。で本来大すがりは真後ろに刈る技であるんですけども、喧嘩釣りにかける場合には真後ろに刈るようなかけ方っていうのは非常に難しくなりますので、そうではなくて相手をこういう形、まあ、こういう形というのはちょっと分かりづらいかもしれませんけども、絵で見て、理解していただければと思うんですが、相手の左肩が下がってしかも前に出てくる、逆に言えば右肩が上がって後ろに下がる。そうすることによって相手の体がこうねじれて傾くという形になります。でこういう形になるとこっちの方向に左後ろの方向にものすごく弱くなる。でその体勢を組み手の中で作ってやると、こういう形ですね。で、もう刈るというよりも引っ掛けて回すという感じになりますので、決まり技としては足車になる可能性が高いと思います。もう一度説明します。一歩目は左足のかかと付近に右足を軽く踏み込む。で一番重要なのは左手で顎をつきながら右手を自分の溝落ちの方にこう引いてきて相手をこうねじれさせる。で左後ろ隅の方に刈り倒すと。